話題のリトルマーメイドがついに公開。しかし現在までのグローバル成績は良くないと見られます。本作の制作費は2億5000万ドル、そこにマーケティング費が1億4000万ドル、映画興収は映画館と約半分を取り分とするため、本作品の損益分岐点は制作費の2倍の6億6000万ドルから7億8000万ドル。先に公開された国からは現在まで3億4000万ドルを稼いで、このままだと赤字になると見られてます。その理由としてはアジアでの成績が良くなかったと報じられましたが、アメリカでも公開1週目まではたくさん稼いで、今はその勢いが落ち着いてますね。アナリストは最終興行成績が5000万ドルから1億ドルの損失が出る大コケになっても驚かない状況だと。こんな不調の中、日本でもいよいよ公開。果たして逆転を狙えるのか、世界の映画ファンが注目してます。映画ニュース。